はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武幸です。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。タイトルにもあるように、ライブ配信の件についてですね、ちょっとご説明させていただこうかなと思っております。僕、大阪でですね、教室をやっているんですよ。その教室の教材をですね、フォトショップオンラインとして、全国の方にフォトショップを勉強していただくための教材として、配信しているという形をとっているんですね。で、大阪での教室がですね、今回のコロナウイルスの関係で、緊急事態宣言も出たので、ちょっと4月、ないし5月はライブ配信の方をしていこうと思っているんですね。じゃあですね、そのライブ配信のやり方と、このやり方に関しては別にね、必要ないかもしれないですけど、やり方と、特に重要なのが、皆さんはどうやってライブ配信を見たらいいのか。この2つをですね、ちょっとご紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。ではですね、今プロジェクターをつけたので、ちょっとグオーとうるさい音がするかもしれませんけど、ご了承ください。そしてこれは家なので、基本的には会場で、僕が会場に行って撮影する形になります。プロジェクターの前に、見えているのが携帯です。で、携帯でライブ配信をしていくという形になります。じゃあちょっとライブ配信の仕方だけ、ちょっと簡単にご紹介していこうかなと思います。まず、YouTube のですね、アプリ開いていただいて、で、ここのマークですね。ここの3つ目のマークを押していただいて、で、ライブっていうのが出るので、このライブのところを押します。横ですいません。はい。じゃあタイトル決めていきます。もうこれタイトルはですね、その教室のタイトルにしたいと思いますので、フォトショップ教室2020、テストにしておきましょうか、今はね。テストにしておきます。で、公開ってあるんですけど、これ公開しちゃったらみんな見れちゃうので、これは限定公開にしときます。これで次へって押します。はい、次へっていうのを押しましたら、サムネイル撮れます。あ、こんな感じで。はい、何でもいいんですけど、サムネイル撮りました。で、サムネイルを自体変えたいで買ったら、このなんかペンマークを押していただいて、アップロードとかやってもらったら、例えば、フォトショップ教室言うて、こんな感じ？アップロード。こんな感じの、ライブ配信の、トップ画面にすることができます。はい。で、次にですね、僕はこの時点でこの矢印を押して、皆さんに登録している方にお知らせします。メールします。E メール。で、その E メールはなんでメールするのかというと、URL がわからないと今のライブ配信見れないんですよ。限定配信にしているので。なので、この、宛先のところで、僕の、皆さんのメールアドレスを入れるっていう形になります。ご登録いただいている方のね、メールアドレスを入れるっていう形になります。じゃあ、これでですね、メールを、送りました。さあ、ちょっとメールが来てるかですね、ちょっと確認してみましょう。9時半から授業って行うんですけども、もう設定したら、もうすぐに、皆さんにメール送ったら、もうライブ配信開始しときます。はい。だから何も映ってない状態でしょうけど、そのままライブ配信の方は、取得という形になります。はい。じゃあ、これでですね、ライブは、始まってる状態ですけど、30分後しか喋らないので、ずっと何も映ってない状態になってると思います。じゃあ、この状態で皆様は何をすればいいのかっていうところですね。で、これが、例えばなんですけど、これが、皆様の、お家やと思ってください。お家のパソコンやと思ってください。で、何をするのかというと、メールアドレスでご自分のメールを確認してください。こうやって。僕からですね、このようなメールが来てると思います。フォトショップ教室2020テストって出てると思いますので、これをクリックしていただきます。はい。そうするとですね、URL が出てくると思いますので、この URL をですね、クリックしていただくという流れです。なので、単純な話、メールに、URL が載ってると思いますので、それを見ていただくだけという形になります。そうするとこのように映っております。はい。なので、一応タイムラグがあるんですよ。パッて上げました。1、2、3、4、5、6、7、あ、8、7、8ぐらいかな。ぐらいでパッと上がるという形になります。なので、タイムラグはあるけど、一応このように、動画を、見ていただくことができるっていう形になります。ちゃんとまっすぐして映しますからね。すいませんね。で、電気もちょっと暗くしてやると思います。その方が、こうやって綺麗に見れると思うんで。
このプロジェクターの上にこの携帯を置いてるじゃないですか。ほんならこの5が入るじゃないですか、音が。なので、私考えまして、こんなん買いまして、これ、ちょっと見えへんっていうね。まあ、こんなですね、マイクを買いましたので、このマイクをですね、つけて、はい、こんな感じで、マイクをつけてですね、やっていきますので、いけるかなと思います。では、まあ、授業が終わったとしましょう。終わりましたら、ですね、このライブは、このまま、終了させます。バツ印で押します。はい。で、ライブ中止してもいいですかということで終了します。これで、完了になります。で、このように、処理してますっていう形で表示されますので、まあ、一応アップロード、している状態になります。このまま、URL をこれクリックしていただくんですよ。はい。こんな感じでですね、先ほどやった内容はですね、こうやって見ることができるんですよ。はい。こうやって暗くしたりとかですね。先ほどやってたじゃないですか。はい。こういう感じでですね、先ほどの URL で見逃した場合もですね、見ることができるという形になっております。はい。ということでですね、ライブ配信のですね、やり方と、まあ、視聴の仕方っていうのをですね、まあ、ご紹介させていただきました。早くですね、コロナウイルスがですね、収束してですね、教室に通っていただく方が増えることをですね、僕も祈っております。はい。これからもですね、ライブ配信の方はですね、ずっと続けようと思っていますので、なかなか大阪に来れないよっていう方もですね、登録で見ていただいたらいいかなと思いますし、まあ、写真作家協会さんとかで公開していいよっていう場合はですね、もうそのままライブで、公開の方をしていこうかなと思っております。それはもう承諾を得てね、やっていこうかなと思っておりますので、その辺もですね、今後とも、お楽しみいただければいいかなと思います。じゃあ、皆さんも頑張っていきましょう。ありがとうございました。